さんこんにちは、パーチャンネルのはるかです。今回は関西旅行に行ってきました。関西は旦那の実家があるので、実家に行った帰りに京都に行ってきました。めちゃくちゃ天気がいい京都、そしてこれは実は夏です。夏なのでちょっと季節感違和感あると思いますが、ご了承いただければと思います。ということで暑い中清水寺に向かっております。旦那の背中の汗気になると思いますが、一旦無視していただければと思います。さあ何かどこかに入っていくぞ。なんだここは。そういう微妙ですか。ということで営業妨害みたいな発言失礼しました。朝は旦那の実家でたらふく朝ごはんをいただいたので、私は休憩、旦那は胃袋モンスターなのでご飯の時間です。涼しさを感じるこのシュワシュワの音。でも冬でもそうだ、飲みたいですよね。カレー丼、そして旦那は和風カレー丼です。これね、めちゃくちゃ美味しかった。なんか喧嘩してる。いや、なんかカレーを和風にして丼にするってめちゃくちゃいいなと思いました。着いたよ、清水寺だよ。何それ、ちょっと近くね、近いよ。清水寺に来たよね。気持ちいいね。あれが清水の舞台じゃない。あ、そうだね。清水寺の前まで来たよ。けどもう今日は中には入らないで、ここでバックします。うん、大丈夫。飛び降りんない。飛び降りたら問題や。昔は願掛けに飛び降りてたんだってよ。飛び降りて生きて帰ってこれたら願いが叶うっていう願掛けで清水の舞台から飛び降りてたんだって。なんでやねん、そんな水の。ちりめんじゃことかもさ、ちゃんとさご飯と混ぜて食べたら美味しいんだよ。朝ごはんご飯に。
うせ。どうぞ。うん。うん。ちょっと焼いたってあれ読むかな。うん。まあ、おいしい。もちもち。うん、うん、うん、切ります。もちもちのさ、バイバイ。さよなら京都、さよなら大阪、さよなら奈良、さよなら兵庫、バイバイ。早いナポリタン、ナポリタン、ゆでてる、制度してる。